前に出たのは5番の内藤久文、今打掌で番手2番の辻勝をどかしに行った1番の平山、番手をさばいてきました。そしてあとは6番の富岡、2番辻もう一度追い上げて、さあ番手の勝負になっていきますけれども、残りはあと1周です。抑えてのマイペースは5番内藤久文、2番手6つ落車もあった、3番車須藤優太落車をしてしまいました。最終2コーナー先頭は5番の内藤久文、番手もつれていますが7番の小泉俊也と1番の平山優太が並んでいまして、その後が6番富岡健一、中段から前を追ってきています。先頭は5番の内藤久文、マイペース直線後ろ離して5番の内藤が先頭で押し切って5人あと接戦、1番の平山と4番の植木。まもなく打掌、そこを6番の倉田光輝が突っ張っていますが、倉田光輝を叩いてきました4番の小川達也、前に出ていくでしょうか、もがき合う展開ですが、最終ホーム、ここは出切っていった南関東勢、4番の小川達也、7番の小野裕二、その後3番手は1番の三井武が追ってきまして、6番の倉田はちょっと厳しく、4番手から5番手交代でしょうか、後ろからは3番、中島がまくってきました、最終バックを通過、関東勢迫ってくる、番手7番の小野裕二がガードしていきまして、さあ切り込んでくるか、5番は土屋仁、前粘る、4番の小川達也、番手前から7番の小野裕二、小野が追い込んで先頭に変わって、今、ゴールイン、そして5番の土屋仁。後ろに下げた2番の竹山を警戒して先に踏んでいきました、今打掌です。7番の石塚圭一の前に出て、後ろからは北日本勢も来ました。一気に2番の竹山圭太が来まして、7番の石塚がここを応戦していますが、残りはあと1周回、出ていったのは2番の竹山圭太、番手周りは5番の山崎司、その3番手は7番の石塚圭一郎が前を追ってきます。そして3番の田口雄一、後ろからは4番近藤圭介まくってくるんですが、最終バックを通過、先頭は2番竹山圭太、番手周りはじっくりと5番の山崎司、その後ろからは7番石塚迫ってくるか、3番の田口直線コース、最後は番手から5番の山崎が追い込んでゴール、山崎司、その後は接戦のようです。依然前関東勢1番の常次は現在5番手で打掌です。常次隼人目標で、番手回り3番の明田春樹人気になってのコンビですけれども、さあ切れ込んできた番手勝負になった4番は渡辺翔、そして残り1周回一気に来ました、1番の常次隼人、常次が5番の平川正明を一気にかわして、後ろ地元勢も追走、番手3番の明田春樹、6番杉浦浩一も続いてきました。最終バックを通過です、前3人、ここはもうラインで決まっていきそうです。1番の常次隼人、番手くれつくのは3番の明田春樹、ベテラン6番の杉浦浩一、3番手直線コース、ここは並び順で今合輪です、1番の常次、3番明田、6番の杉浦。7番、千葉の香山と埼玉の3番の丸山、後ろを少し気にして今打掌、3番手からは4番の井原がいて、後方からは2番の佐々木、ライン3分線、7番の香山敦がペースを上げて先行勝負になるようです。残りはあと1周です。1番人気7番の香山敦が先行での勝負、番手周りは3番の丸山直樹、これをまくっていくのは4番の井原克彦、近畿中部勢が一気にまくりきっていくでしょうか、7番加賀山を捉えていくのは4番の井原克彦です、追ってくる5番の島野浩二、その後ろは1番の西村、切り替える3番の丸山、直線コース、先頭4番の井原先頭でゴール、井原克彦。6番愛嬌ひろゆきが切り込んできているんですが、今打掌で前変わってきました、2番武田涼、3番佐藤真一、
内側1番の矢口大輝もこられますが、2番手以下並走になってきました。先行勝負は2番武田涼、ただ2、3番手、4番手と並走になっていまして、ここは3番の佐藤慎一に絡んできている1番の矢口大輝並走ですが、先頭は2番武田涼、さあ番手しのいで3番の佐藤慎一、前は東京勢、内側まだこらえて1番の矢口も踏ん張っているんですが、その後は7番の佐藤武史を追ってくる、直線向けきますが、2番の武田涼と3番の佐藤慎一、東京勢、ここは2番の武田押し切ってゴール、3番の佐藤慎一、7番の佐藤武史。まもなく残り1周半の地点、今打鐘、ジャンが鳴っていきます。2番の大谷が動けずに外並走になって、3番の中井達夫、さあその中井が上がってきました。中井追い上げて番手に来ましたけれども、そこはしのぐか、1番の河津優輝、さあ中井達夫は今3番手から4番手交代して第3に出来ています。北日本勢4番の伊藤博樹、1番の河津優輝、その後ろが7番の三浦雄太、3番手後ろ離れて中段ちょっと厳しいでしょうか。5番の宿口が切り替えて追ってくるんですが、前3人北日本勢、先頭4番の伊藤博樹、番手絶好は1番の河津優輝、最後1番河津が差し交わしてゴール、追い込んだ5番車は宿口純平、突っ込んできました。北日本勢が前に変わって間もなく打鐘、今この時点で人気の関東勢後方になりました。2番の一戸、7番の志村は後方の6、7番手で前を追ってきていますが、前段は北日本勢6番磯島康介の先行で残りあと1周回です。ライン3人の北日本勢主導権取っています。6番の磯島、1番のしかない番手回り、先まくり中段から4番の内山正孝がまくってきました。後方関東勢来るかどうか、2番の一戸がまくってきますけども、最終3コーナーから4コーナー前、川田静岡勢、4番内山と3番の落合、その後迫ってくる2番は一戸康弘、直線後最後は4番内山、粘り込んでゴール、内山正孝。今打鐘、後方から人気上位南関東勢7番の佐伯翔太が今一気に上がってきました。打鐘でかましてきました7番の佐伯、最終ホーム前に出ていくようです。残りはあと1周、7番の佐伯翔太しっかり番手を回っていく、1番は田中春樹、その後ろが4番の石塚隆之、南関東3人ができて、あとは中段追走5番小笠原光が4番手、一方の6番の今井が後方で前を追ってくるんですが、短期になって中段から5番の小笠原迫ってくるんですが、番手じっくり回って1番下は田中春樹、先頭7番の佐伯翔太、直線後南関東勢では田中春樹が差し交わしてゴール、そして4番は石塚隆之。1番の小原、5番の小林、6番は阿久津、その3人が前に変わっていくようです。今打鐘で7番の久保木は引いて4番手、後ろからが3番の横関裕樹、人気横関は後方の6番手から前を追っているんですが、残りあと1周です。主導権は関東勢、1番の小原忠が逃げていきます。5番の小林圭介、6番は阿久津周、その後差が空いてしまいましたが、中段後ろからは3番の横崎がまくってきました。7番の久保木はちょっと厳しいでしょうか。3コーナーから4コーナー前、粘る関東勢に迫ってくる3番の横崎優輝、先頭粘る1番の小原ですけれども、捉えていく3番の横崎優輝、先頭に変わって1着先頭でゴール、横崎優輝と4番の伊予の高輝。そこが出た後、3番手から前を追って茨城勢なんですけども、4番の清水が今来まして前並んできています。ちょっと前は踏み合っていく感じなんですが、4番の清水剛が短期になって前に出て最終周回です。
その後ろ2番手から再度踏み込んでくる3番は田口雄介、中段からは5番の小畑和弘と2番の芦澤達弘、人気の茨城コンビがまくり返して先に前に出た3番の田口を最終枠かわしてきました。5番の小畑和弘、追って2番は芦澤達弘、その後ろが7番の柿沼真也、人気の関東勢3人ラインで決まってきそうだ。2番の芦澤追い込んで合流、芦澤達弘、5番は小畑和弘です。今ダッシュ王です。初日の S 級特選12レース、さあ4番の中井大輔が中段から前踏んでいこうとしていますけれども、前からは1番の佐賀翔喜郎、佐賀先行、番手回りが地元の5番菊池慶翔、3番手が7番の宮越浩二が続いています。そして中段が今近畿勢回ってきまして、4番中井大輔現在4番手、後方になったのが2番の島津拓也、最終バックを通過。さあ後ろ一方にして先行1番の佐賀ですけれども、中段から4番中井迫ってくる、一気に前をかわすでしょうか。番手は5番の菊池慶翔ですけれども、ここは捉えていって4番の中井瀬戸に代わって5位中井大輔、あとは5番の菊池慶翔か。